こんにちは。亀の音作り第3回となりました。第1回、第2回と続きまして、今回は音色について、メロディーの音色についてお話をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。これまではエレクトーン の役割ですね、エレクトーンの音の役割、音群について説明させていただいたんですけども、今日は音色を実際にね、設定していくときに一番の最大の難関でもあるメインの音色についてですね、そちらについてお話をしていきたいと思います。はい、今回の話、ズバリメロディーの音色の選び方、作り方ですね、こちらなんですが、一番僕も多分皆さんも悩まれることだと思います。原曲を聴くと、大抵の場合ボーカルが入っている曲を演奏されることもあるかと思うんですけども、ボーカルって、人の声ですよね。その人の声をエレクトーンの音色で表現をするっていうところに、もう違和感っていうものを感じるんですよね。もう原曲を聴いたら、もうそのイメージをエレクトーンの音に置き換えたらなんか違うっていう、この音にしてもこの音にしてもなんか違うし、じゃあどういった音をするとエレクトーンでその曲にマッチした音をね、探すことができるんだろうって、本当にこれは悩みだと思いますし、僕も悩みます。どんな音がいいのかって分かんなくてで、分からない分からないだけじゃ前に進めないので、その中でも、この音ならエレクトーンで弾くとその曲に、マッチしてるのではないかなっていうヒントをですね、ご紹介したいと思います。これが絶対っていうものではないので、ぜひご参考になれば幸いです。なので、今回のテーマはメロディーの音色の選び方で作り方について、ちょっと掘り下げてお話をしていきたいと思います。はい、まずですね、ちょうどグッドタイミングなんですけども、星芋源さんより、いつも動画をね、ご覧くださっている星芋源さんより質問をね、いただきました。それはこういった質問でした。亀さんのレジストのメロディーの音色が毎回曲にぴったりで尊敬します。メロディーの音色ってどうやって決めていくんですか？コツとかあれば教えていただけませんか？っていう質問をいただきました。ありがとうございます。はい、これ多分皆さん同じ悩みをね、持たれている方多いのではないでしょうか。このメロディーの音色なんですけども、エレクトーンにはたくさん1000種類の音が入っているので、おそらくどれかがメロディーの音色に合っているかと思うんですよ。ただどれを選んでもしっくりこない、これでいいのかそれでいいのかって、悩んでしまうんですよね。で、どうやって決めていくんですかっていう、この漠然とした悩みそう、どうやってこれみんな決めていくのかなって、逆に僕も知りたいぐらいなんですけども、いろいろね、エレクトーンの音を選んでいくですが、その中でちょっとずつ僕なりな決め方っていうか、こうしたらそのイメージしている音にどんどん近づけていけるのではないかなっていうところをね、お話をしていこうと思います。星芋源さん、ご質問ありがとうございました。はい、はい、1番として、原曲を聴いてイメージするっていうことです。はい、まず一番元になる原曲をまず聴きましょう。オリジナルの場合であればちょっと話は別になってきますので、大抵は何かこういった曲を聴いてエレクトーンで弾きたいなっていう思いがあるかと思うので、まずは原曲を聴いてイメージしましょう。はい、まず一例をね、示させていただきました。バラードっていうジャンルに行きますと、どんなイメージがありますか？サックスとか落ち着きのあるようなイメージで、丸みのある声とか尖ってない音っていう風に、どちらかというとこうホワホワしているような柔らかい感じな、まずそういったイメージですよね。だから極端に言えば、どういうんだろう、ディストーションギターでガーンっていくような音
はちょっとまあ外れるかなと思ったりとか、あとは和楽器とか、まあ合うのもあるかもしれませんけど、三味線とかまずバラードの中に普通は入ってこないよねっていうふうに、まあ、思いますよね。で、まあ、たくさんある音色の中でも、まあ、これは違うな、それは違うなっていうふうに、まあ、消えていくっていうものはあるかと思うんです。そしたら大体まあここに書いてますように、まあ、サックスとかよく使われてるか、サックスとか、あとストリングスとか、あのエレクトリックピアノとか、ほんと柔らかいようなそんなイメージがあるなっていうふうな感じでしょうかね。続いてロック、逆にバラードの逆ですね。ロック、エレキギターでジャンジャンってやってるオルガンね、ロックオルガンっていう名前もあったりしますよね。オルガンが使われてるなとか、まあ、派手であるとか激しい、あとシンセリードとかね、明るめなね、そういった逆に尖っているような音、金属的な音っていうイメージをしますよね。ダンス、アップテンポね、速いリズムですね。歯切れの良い立ち上がりが速い音で、ピコピコするような音っていう風な感じで、まあ、ストリングスのこのゆっくりしたような立ち上がりが遅いような音よりか、やっぱり弾くとすぐに反応が返ってくるような、そういった音がまあ合うんじゃないのかなっていう風なイメージですね。あとは輪郭がはっきりしている音、パッドというのはこうフワーンフワーンとこう浮遊するような音もあると思うんですけども、それ確かね、あの下鍵盤とか伴奏の方で使われているイメージがありますが、今ここではこうメロディーの音を中心に話をしてますので、どちらかというとこうメロディー立ち上がりの早い、すぐに鍵盤を押すとすぐに返ってくるような音っていうのをまあ選んだらいいのじゃないのかなと思いますよね。あとフォークソングですね。アコースティックギター、ハーモニカ、オルガン、リコーダー、口笛といったこういうあたりですかね。こうユズとかギターかき鳴らして演奏してますよね。でそこにもハーモニカとか吹いてるから、あ、ハーモニカ合うんじゃないのかなとか、あと口笛ね、伴奏取ったり吹いたりとかするのがあるから、じゃあ口笛を今度足してみようかっていうようなイメージがあったりするかと思います。というふうに、まあ、とりあえず原曲を聞いて、まあ、大雑把なイメージをして、その曲に合うようなジャンルを自分なりにこう頭の中で想像してみるっていうことをね、まずしてみるといいんじゃないのかなと思います。はい、続きましてはエフェクトをすべて切るということです。はい、これどういったことかと言いますと、エレクトーンにはあらかじめエフェクトがかかっている音っていうものがあります。それどういったことかと言いますと、まあ、例えばこれ、まあシンセリードの例なんですけども、まずポンと押してそのまま何もしない状態で音を弾くとこんな音がします。こういった音ですね。はい、でこれはエフェクトが入ってるんです。エフェクトプリセットでフェーザー3っていうエフェクトが入っています。でこのエフェクトを切るとこんな音になります。さっきまでうねっていた音がなくなった音になるんですよね。っていうふうに、まあプリセットの音色の中にはあらかじめこういったエフェクトっていうものが入っているので、まずそれは僕は一旦全部切ります。はい、スルーっていう状態にしてフラットの状態にします。何もかかっていないほんの素の音の状態に戻します。一度フラットにすることで、その元々のね音の響きっていうのをね、確認することができます。はい、結構このエフェクトを切るだけでかなり印象が変わる音もあると思います。はい、続きまして、でその気になる音を見つけたらということで、納得したのであればその音をそのまま活用いたしましょう。まあさっき選んだこのヴィンテージリード6っていう音なんですけども、もちろんプリセットのままで、さっきのプリセットが入ったまま、こういううねった音が曲に合うなと思ったら、その場合それはもうそのまま使えばいいと思うんですけども、本当にそれでいいと思います。はい、ただこれでもちょっとなんか違うなっていうふうなことだったら、あのこだわりたかったらボイスエディットを活用するっていうのも一つの手だと思います。はい、このボイスエディットっていう言葉が出てきたんですが、このボイスエディットはプリセットの音色をもとにして自分なりに意図的にね、パラメーター、いろんなパラメーターを変更してオリジナルの音色を作ることができる機能を指します。例えば立ち上がりが遅い音を立ち上がりの速い音に変えたりすることもできます。
はい、あとは鍵盤を押して鍵盤を離すまでの、鍵盤を押して鍵盤を離してその音がどれぐらいの速さで音が消えてなくなるかっていう風な、まあ、細かい設定をすることができるんですよね。まあ、こういったあのボイスエディットを活用するっていうのも一つの手だと思います。はい、はい、そしたら各レイヤーの音の確認とあります。これどういうことかと言いますと、あのボイスエディットをするとその音をね構成するあのレイヤーっていう言われるものがあります。例えばヴィンテージリード6っていう音であればあの2つのレイヤーで構成されてるんですよね。1つ目のレイヤーがこんな音、もう1つのレイヤーはこんな音っていう風に、そう1つの音を構成する最大8つのレイヤーの音をそれぞれ確認していきます。するといろんなねちっちゃい構成する音の要素が集まってさっきのヴィンテージリード6っていう音がね構成一つの音としてなってるんですけども、それを分解することによってあのさらにあの細かいちっちゃな音を聞き比べることができるんですよね。はい、中にはあのパネル選択のみでは聞こえない音、例えば音がすっごいちっちゃい音で入っている時もあるのでそれをね大きくしてみるっていうこともあります。例えばさっきのこのこういった音も今レベル23なんですけども上げることによって、あ間違えたこっちか、すいません、レベルが低いんですけどもこれ上げることによってかなりあのパネルと同じぐらいの音にね上げることもできます。で、あこっちの音がいいなっていう時も中にはあるんですよね。もうそういった音を活用するっていうのも一つの方法だと思います。はい、気になる音があれば保存しましょう。そういったね、作業をするんですけども、まあ、これがこういったことができるのがほぼたくさんあるんです。このパネルの音色を構成する一つ一つの 音を分解できることできる音色がたくさんあるので、まあ、だから今さっきイメージに近い音をそれぞれのレイヤーそれぞれ分解をして聞いてみるっていう作業をしてみて、あこの音使えるんじゃないかな、あこのレイヤーも使えそう、あそのレイヤーも使えそうっていう風にちっちゃいのを見つけていくんですよね。でその中であこれ使えると思えばそのレイヤーの音を使えばいいと思うんですけども、もう一つですねあるんですよ。そう確認作業を繰り返してレイヤーごとを合体させるっていう作業もあります。こういった作業をすることで使えることっていうこともあります。そう気になる音を探し出してレイヤーを確認して保存する作業を繰り返すですね。で複数の候補の音が見つかればあのレイヤーを組み合わせてみるんです。はい、音の化学反応ですね。するとあの納得のいく音がね出来上がることがあるんですよ。で僕もこれまでにたくさんいろんなエレクトーン動画を作ったんですがこれ本当にあります。もう全くグループの違う音、例えばベース、シンセベースの音とシンセリードを組み合わせた音を作るとあこれメロディーに使えるんじゃないかっていう音を発見したりとか、シンセリードの音の立ち上がりを、ね、遅くしたり早くしたことであこれ使えるじゃんっていう風に頭の中でピンとくる時があるんですよね。でそういう風に、音のグループをね、いろいろ探索しながら分解しながら一つ一つ聞いてみる、まあ、本当に地味で時間のかかる作業ではあるんですけども、これやってみるとあこの音使えるんじゃないかっていう風にピンとくる時が時たまにあります。はい、はい、エフェクトをかけるですね。今さっきはあの全てエフェクトを切りましょうという話をしたんですけども、あこれ使えるんじゃないかっていうフラットな音の状態で聞くと今度エフェクトをかけてみようっていう気持ちになります。楽曲にふさわしい基本的な音ができたら必要に応じてエフェクトをかけて効果を確かめましょう。ディレイをかけてみたりフェーザーをかけてみたりリバーブをかけてみたりとか、そういったねその曲演奏する曲に応じたエフェクトをかけてみるとまたちょっと性格が音の性格が変わってきますので、より自分の個性を表現できる演奏できる音になったりすることがあります。そういった過程を経てようやく完成っていうね、ところまでたどり着くことができるんですよね。はい、今回のまとめといたしまして、
自分のセンスを信じよう。まずは自分でね、頭で考えて、あ、この音が使えるんじゃないかっていう風に、とりあえずセンスを信じることを大事にしましょう。直感ですね。はい。気になったり引っかかる音があれば立ち止まってみよう。はい。あ、これ使えるんじゃないかなとか、いろいろパネルで、これもうちょっと分解するといいんじゃないのかなっていう音が引っかかるような音があると立ち止まるですね。そう、これちょっと保存しとこうとか、ちょっとメモしとこうっていう風にやっときます。はい。で、その音の構成音を確認してみよう。ボイスエディットに入ってみて、一つの音を構成するレイヤーをね、いろいろ分解して聞いてみるっていう作業をしてみる。すると、あ、この音メロディーの音色に合うんじゃないかっていう風に発見する時があります。はい。これはなかなかね、いつもいつもこうなるっていうことではないのですけれども、エレクトーンの音を考えていく上で、こういったステップを踏むっていうことも大事なことじゃないかなと思いますし、僕自身もね、こういったことを気にしながら音を作っていることが多いです。はい。ということで、今回の第3回目はメロディーの音色について、はい、お話をさせていただきました。とても迷う部分でもあるんですけれども、その曲を演奏しようっていう気持ちを大事にして、イメージしてみて、どんな音が合うかなってまずは自分で考えてみて、それからエレクトーンのパネルの音をね、一つ一つチェックしていきましょう。チェックしていくと、あ、これいいんじゃないのかなって引っかかるような音とか、これもうちょっと分解するといい音が入ってるのではないかっていう直感をね、大切にしてあげてください。で、そこから新しい音を発見することができる時もありますし、合体をして新たな音をね、見つけ出すことができるかと思いますので、そういった音をね、一つ一つ引き出しを自分で作りながら楽しくアレンジをしていきましょう。ということで、今回はメロディーの音色についてをエレクトーンステージャー 02C でという内容でお届けしました。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ほいじゃあねー。